ティアンユロングは、ヘテロドントサウルス科の長万類恐竜の属の一つである。属名は、ホロタイプが所蔵されている山東省、天堺自然博物館の天下界と、竜から造語されている。現在のところ唯一の種である、ティカンフューシャシーの化石は、中国領内省西部、検証県で発見された。日本語では、音声転写の違いにより、ティアンユロングとされる場合もある。 ホロタイプ化石は、最初、霊老ーー島地区で収集され、熱化層群の白亜紀初期の地層から産出したものとして報告された。ルーへ通る、2010ではこれらの地層が実際には、超タブサ細山層に属し、年代は、ジュラ紀後期で少なくとも1億5850万年前のものであったことが報告された。ティアン・ユロングの標本には、 首から尾にかけて長い繊維状の外皮構造がある。この構造は、重脚類に見られる構造と類似していて、羽毛と相当なものであることが示唆される。さらにこの発見により、最初期の恐竜とのその祖先が、原始的な羽毛と考えられる、相当な神秘性の繊維構造で覆われていた、可能性が浮上した。ホロタイプは、部分骨格であり、部分的な頭骨と、 下顎、部分的な潜椎、筋移中ほどの OC、ほぼ完全な右肩甲骨、両側の上腕骨、左尺骨の筋移端、部分的な恥骨、両側の座骨、両側の大腿骨、右側の頸骨と、肥骨、ペス、そして長く、一本ずつで、分岐のない繊維状の回避構造で構成されている。ホロタイプは生体の個体で、 南アフリカに生息した近縁種ヘテロドントサウルス、突起の比率に基づくと全長は70センチメートルほどと推定される。ヘテロドントサウルスとティアンユロングの頭骨の図解、ティアンユロングはヘテロドントサウルス科に分類されている。このグループは細い体、長い世、一体の剣士に似た、細長い牙で特徴付けられる小型の長板類、恐竜である。 ヘテロドントサウルス科の種はおそらく装飾もしくは雑食性であったと推定される。ティアンユーロングが発見されるまでは、ヘテロドントサウルス科は、ジュラキ前期の南アメリカ以外では、ジュラキ後期のアメリカ産の一族と可能性のある属として、白秋前期イギリス産の一族が知られているのみであった。以下の示すクラドグラムは、バトラーへ通る2011の系統解析に従い、 ヘテロドントサウルス下でのティアンユロングと他の属の類縁関係を示したものである。復元図繊維上の外皮構造は化石の3つのエリアに保存されていた。1箇所目は首の直下に一塊まり、2箇所目は背中、3箇所目が最大で尾の絵である。中空の繊維は尾のの平行に並び、1本ずつで枝分かれの痕跡はない。比較的頑丈なように見え、 蝶類や飛鳥獣脚類の原羽毛よりも、プシッタコサウルスの王に見られる外皮構造と似ている。ティアニューロングの持つ外皮構造は、獣脚類の中では、シノサウロプテリクスとベイピアオサウルスの持つ一本ずつで、分岐の内原羽毛に似ている。王の部分の外皮構造の全長は 60mm と、推定され、オシーの上下の幅の7倍に及ぶ。この長さと、 中空構造である点はこの構造がコラーゲンなどからなる非化構造であるとする説への反論となっている。復元骨格以前にはこのような神秘性の構造は派生的な重脚類と長板類でしか報告されていなかった。ティアンユロングで発見されたことによりこの構造の存在は系統樹のより基部にまで遡ることができる。しかしながら 長板類の繊維構造と重脚類の原羽毛の相当性は明確ではない。もし、これらの構造の相当性が支持されるとすると、竜板類と長板類の共通祖先は羽毛に似た構造で覆われていて、竜脚類などのように皮膚の印象が知られている、恐竜が二次的に羽毛がなくなったと結論される。相当性が支持されないとすると、これらの繊維状の神秘性の構造は、 流板類と長板類、そして翼流のような恐竜以外の主流類で、それぞれ独立に進化したということになる。被災者らは、獣脚類ベイピアオサウルスのものと同様の繊維状構造が発見されたことは、ティアニュロングの構造が羽う毛うと相当であることを指示していると特筆している。ティアニュロングとベイピアオサウルスの繊維状構造は、いずれも長く、一本ずつで枝分かれがない。 しかしながらベイピアオサウルスのものは平らである。ティアニューロングの繊維は断面が丸く、従って発生学的なモデルから推測される、最初期の羽毛の形態により近い構造であるということになる。ありがとうございます。